街中を走る1台のトラック。やってきたのは大阪市内のオフィス街です。到着するや否や机を出し、商品を並べていきます。するとあっという間にお店に姿を変えました。女性客の心をわしづかみにするのは、可愛らしくちょっと珍しいお菓子の数々。実はこの車、阪急梅田本店の移動販売車なんです。こちらがですね、阪急のオンリーワン商品をメインに販売しております。積まれているのはデパ地下スイーツです。阪急百貨店でしか買えない大手菓子メーカーとのコラボ商品を中心に、行き先や季節などに応じておよそ40ブランド80アイテムを厳選し販売しています。阪急梅田本店のデパ地下は100メートルスイーツストリートと呼ばれるエリアに、和洋菓子合わせて90ものブランドが並ぶ関西最大級の売り場。食料品の売り上げのおよそ半分を占めるというスイーツは、阪急百貨店の最大の強みです。そんなスイーツに特化した移動販売プロジェクトが動き出したのはおよそ2年前。新たなマーケット開拓が目的でした。これからの時代、なかなか人口も減っていって、高齢化が進む中で、なかなかこう店頭で、待っているだけの商売だけでは、先がちょっとね、厳しいであろうと。我々としてもやっぱり新しい、売り方というのを模索していかないといけないと。マイクロマーケットという言い方をしているんですけれども、マイクロですので基本的にはもう商圏が極小、拠点から数百メートルですね、県内にあって遠くにはちょっと行けない方々というのが、マイクロ商圏で、それから無数あると、そういうイメージです。で、特に高齢化が進むことによって移動範囲がね、どんどん少なくなっていきますので、第三の市場と呼ばれている、マイクロマーケットというのは広がっていくんじゃないかなというふうに思ってます。現在は5台の移動販売車で、月におよそ150箇所を定期訪問しています。販売価格は百貨店と同じですが、1回の会計につき110円からの出張手数料がプラスされます。阪急百貨店では2023年度中に400箇所で販売することを目指し、初年度の売上目標は2億円を掲げています。手土産とか阪急さんで買ったっていうと喜ばれるし、午前中に行かないと完売するイメージがあったんで。人混んでるから、この時間、夕方は、はい、なのでここだったらすぐ帰ったんで嬉しかったです。わざわざ梅田まで出ないといけないので、私は逆方向に帰るので、会社からすぐそばにあったらすごい便利で。この日走るデパ地下が訪れたのは大阪市内の高齢者施設。訪問先のうちおよそ半数は高齢者施設や病院が占めています。これも2023年の限定です。やっぱりね、利用さんって足がね、やっぱり十分歩ける方がいらっしゃらないっていうのと、電車に乗るのがやっぱり難しい方いらっしゃいますのでね、そういう方やっぱり喜ばれてます。今度いつ来るのとかって聞かれたりすることもありますし。阪急百貨店がこういった事業を始める背景には、百貨店業界で続く客離れ、いわゆる百貨店離れがあります。で、移動販売というのはさまざまな小売業者がやってきましたが、関西で非常に強いブランド力を持つ阪急百貨店がやるからこそ、贈り物として喜ばれるとか特別感があるといった強みがあると思います。阪急百貨店では将来、走るデパ地下をフランチャイズ化し、売上200億円規模のビジネスに成長させたい考えです。